はい、皆さんこんにちは、ジュンです。本日も中古車紹介行ってみたいと思います。本日の車はこちら、17年式ホンダのザッツの S エディションになります。車検たっぷり、期間良好、格安の軽自動車ですね。まずは外装の状態、じっくりとご確認ください。外装はですね、ホンダらしい真っ白です。大きな傷、へこみはないんですけれども、こういったバンパーですね、ズレなどあります。小傷は多少あります。フロントにエアロがついていますね。 S エディションローダウンの社外アルミがついています。期間良好、ドライブシャフトに異音などはございません。フロントガラスですね、飛び石傷割れもありません。車検が長いですね、6年3月まであります。こういったところに小傷ございますね。外装の状態ご確認ください。バイザーがついています。こういったのいいですね。バンパーに小傷があります。車検がついているので、普段の足車に最適ではないでしょうか。外装の状態ご確認ください。クリアハゲなど大きなへこみはないですね。小傷、若干の色あせがあります。こちらですね、ルーフの状態もご確認ください。期間良好、プラグ3本新品に交換してあります。エアコンも効いております。ザッツです。はい、タイヤですね、溝見ていきましょう。フロントはですね、6分山7分山あります。ただリアがですね、ちょっと溝が少ないですね。リア2本は交換した方がいいかもしれません。キーレスついています。純正ですね。スペアキーも3本ついていますね。キーレス動作確認 OK です。はい、内装見ていきましょう。走行距離が多いんで多少のやれはございますが、全体的に綺麗だと思います。15万キロのザッツです。スチアリング綺麗ですね。そしてシート、どうしてもね、汚れやすいシートになっていますが、ヘタリもちょっとありますね。そんなに汚らしい感じはないですね。とにかくステアリング綺麗です。右のリアシート見ていきましょう。大人4人楽々乗れますね。結構足元スペースあると思います。若干の汚れはございますね。はい、天井の状態です。車内にタバコ臭はないんですけれども、禁煙室ではなかったようですね。はい、リアのラゲッジを見てみましょう。荷物もたくさん詰めますね。トランクのダンパーも生きています。スペアタイヤ、そして工具が入っています。はい、左のリアドアを開けてみましょう。やはりですね、広々としていいですね。シートはパタンと前に倒れます。大きい荷物も詰めますね。はい、最後に助手席を開けてみましょう。座高が低いので乗り降りしやすいですね。ダッシュボードの状態もご確認ください。純正のマットがついています。肘掛けがありますね。小物入れと兼用です。はい、早速エンジンかけてみましょう。もちろんエンジン一発始動です。警告灯も一切ついていないですね。15万8000キロ期間良好です。はい、オーディオはついていません。エアコンですね、動作確認 OK です。冷たい風出てますね。はい、灰皿使った後ありますね。ハザードはこちら、結構押しやすい位置にありますね。そしてリアの熱線です。こちらですね、シルバーのついてますけど、これ社外品ですよね。
シフトのところにもついてますし、サイドブレーキにもついてますね。これなかなかおしゃれです。ホーン OK。 パワーウィンドウ行ってみましょう。パワーウィンドウですね、運転席が問題なく開け閉めできます。助手席と後ろがちょっとコツがいります。助手席ですね、動かない。そうなんです、こちらからでは動かないんですが、手を伸ばして助手席にやると開きます。当然閉まります。ちょっと面倒くさいですけどね、動かないわけではありません。手届きます。そして後ろ、後ろはちゃんと開け閉めできますね。そして右の後ろ、こちらはですね開きます。ただ閉まらない、接触悪いんでしょうね。ただこちらも手を伸ばせば閉めることができます。こんな感じですね。ちょっと面倒くさいですけどしょうがないですね。多分メインの方の接触が悪いんじゃないかと思います。パワーウィンドウが壊れてるわけではありません。はい、ミラーの角度調整、上 OK、下 OK、右 OK、左 OK です。左側行ってみたいと思います。左 OK、右 OK、上 OK、下 OK です。はい、ワイパーです。トーカリチェック、右ウィンカー、右ウィンカー OK です。リアも OK です。はい、左ウィンカー、左ウィンカーフロント OK です。リアも OK です。はい、ハイビーム、ロービーム、スモールライト、ヘッドライト見ていきたいと思います。はい、スモール OK、 ロービーム OK、 パッシング OK です。はい、バック入れてみますね。バックライト OK です。ハザードもチェックしていきましょう。フロント OK、 リアもハザード OK です。はい、ブレーキも OK です。スモールライト、スモールライトついた状態でブレーキも OK です。安全装置はエアバッグ、運転席エアバッグ、助手席エアバッグ、デュアルエアバッグですね。天井の状態、ミラーはありません、0点です。格安車のホンダザッツ、ガレージの方で販売しております。よろしくお願いいたします。走行動画は別に撮ってありますので、そちらもぜひご覧になってください。本日もご視聴いただきありがとうございました。